いやー、こんばんは、サンソンさん、ヤッホー、ボヤッキーさん、ヤッホー、ありがとう、お集まりいただきありがとうございます。やばい、ポキポキしたら指が太くなる。マサさん、かわいい、ありがとう。なんかすごい湿度が高い気がするんだけど、気のせい？どうしたらいいかな？除湿？ドライ？17度まで下げることができました。ムシ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 するよね。テイカーさん、ありがとう。サッチーがチーズもう一個ください。かわいい。そう、今日サッチーとさっき帰り道にスーパーに行って好きなチーズを見つけたから買って、サッチーも試してみてほしかったから一個あげて、好きだったんだ、よかった。コバさん、ありがとう。エルさん、ありがとう。ひまわり29さん、ありがとう。すごい、汁だるたくさん、ありがとう。こんばんは。ねえ、ムシムシしてる。馬ひとすじさん、貝柱さん、ありがとう。鈴木秀和さん、かわいい、ありがとう。ラストワンさん、勇者さん、うん、ドライがいいよね。風量は自動、除湿しすぎも注意。わかりました。できるかな、除湿しちゃう、してくれ。でも全然風吹いてないから多分17度になるには時間がかかりそう。コバさん、ありがとう。お疲れ様。コウトキさん、ありがとう。除湿やっぱつけっぱなしいいよね。除湿。遠い惑星さん、鍋さん、クポゼンさん、なんかもうすごいもん。そう、 6個入ってるロッピーチーズみたいなのマスカット味。トリガーさん、シルダラ、ありがとう。ミツロン、かわいい、ありがとう。にゃんこーキハさん、シルダラ、ありがとう。トシさんも、シルダラ、ありがとう。カルコも、私も楽しみ。結構寝れとる。あ、写真集届きました、ありがとうございます。写真集どうですか。でもさ、ん、チェキは、チェキも届いてる。17度設定にしてみました。17度のドライで。バリーさん、ありがとう。シルダル、クニちゃんもシルダル、ありがとう。ヤッホー。そう、マスカット味なんてあるのよ。そう、あげたの。シルニジピンさん、ありがとう。パリーさん、鈴木デカさん、ありがとうございます。お、歯磨きチェキ入りの写真集。お、すごい、届く人には届いてるんだ。チェキ、チェキありました。よかったよかった。ソラナルさん、ありがとう。シルダル、わかんない。17度あるまで、ん、17度まであるの珍しいよね。とにかく湿度がすごいから早く除湿してほしい。なんか濡れてる気がする。空気がじとじとベタベタする。マリーさん、ありがとう。シルダル、写真集どうですか皆さん。マリーさん、ありがとう。シルダル、ハートもね、みんなありがとう、ありがとう。マシャさん、シルダル、ありがとう。とにかく乾燥した。あ、雨降ってます。今日大浴場使ってないです。聞かないでください。聞かないでください、そういうこと。怒ってる。ウケる。
歯磨きチェキ、え、うん、使い果たした、大丈夫だよ、きっと、きっと大丈夫だよ。クリームソーダチェキいいね。結構そのチェキは各所各所で取ったものなので、そう、大浴場チェックやめてください。身の危険を感じます。なんか私が今回話したのもビッグイベントがあったから話したのに、ビッグイベントが起こったから話した。まあ普段は話してなかったけど話しただけなのに、聞いてこないでください、踏み入ってこないでください。バリーさん、シルダルありがとう。そう、禁止行為なので、嬉しい、写真集好きって言ってもらえて嬉しいです。今日インスタ何投稿しよう。何がいいかな。マリーさんありがとう、シルダル、ヤッホー。タケさんもシルダルありがとう。カズさんありがとう、回復薬とお疲れありがとう。今日さ、本当に急に頭が痛くてびっくりしました。やっぱり低気圧、この雨の原因なのかな。マリーさん、タケさんありがとう、シルダル。なんかん、なんだそれ。ミキヤくん愛してるありがとう。そう、天気悪い、雷雨だった最初は、んだったらしいけど、こんばんは。和久さん、かわいい、ありがとう。忘れてた。ミキヤくんありがとう、シルダル。コールさんもシルダルありがとう。こんばんは、お疲れ。おつっこりー、おつっこりー。今はすごいお腹いっぱいなので、ゆっくりしましょうね、みんな、ゆっくり過ごしましょう。え、明日文化祭で君は何を後悔するのか歌ってきます。すごい、え、嬉しい、歌ってください。ねえ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 、雨の日って眠くなる。鈴木秀和さん、タカありがとう。塚本さん、シルダルありがとう。癒したいのしよう。え、雨の日ってさ、眠たくなる。今日すっごく眠たくってびっくりしました。後ろさん、シルダルありがとう。マリーさんもシルダルありがとう。キューさんもシルダルありがとう。なるかも。やばい、めっちゃ眠かったです。あ、雨音のせいなの。もちろん、タッチは大事です。マリーさん、山猫坊主さんありがとう。やっぱ雨の日眠くなるよね、なんか気だるい感じにならない。こうちゃまさんありがとう、シルダル。夜も可愛らしい。え、満月の日だから眠くなるの、なんで。狼男になる。狼人間の人いますか、ここに。今日満月らしいけど、そういえば昨日お月様にお願い事したんですけど、本当は、あ、お願いするの忘れてたって。で、ちょっと帰り道、ん、月が見えるところまでちょっと歩いたんですよ。だから遅くなって帰るのが昨日はね。
だからでも本当は別に、あ、明日も満月なんだし明日お祈りすればいいやって思ったけど、あ、今しかないって思ってできたのよかったな。チャーさん、知るだれありがとう。お月様パワーのこと信じてるからね。そう、でもさ、今日は雨でそんなお月様も見れるような状態じゃなかったからさ、あ、昨日なんかあれしなくてよかったと思った。先延ばしに。せいくん、知るだれありがとう。シーメンさんも知るだれありがとう。ケニーさんも知るだれありがとう。ありがとうね、みんな。神か狼か。いやもう選択肢の幅が広すぎる。神か仏かならわかる。神か狼か。狼ってそんなすごいのか。すごい。すごい。ニューヨークから見える月はとっても綺麗よ。ムービングさん、知るだれありがとう。あ、今日ね、ホテルのスタッフさんに聞きました。体重計はありますか？なかったそう。ないです。即答されました。ムービングさん、知るだれありがとう。ないそうです。ツーデスさん、知るだれありがとう。バリーさん、知るだれありがとう。だからまあ残念。体重計置かないっていう優しさだよね。これは優しい。うん、置いてすらないんだって。はい、わかりました。コバさん、知るだれありがとう。聞く勇気すごい。あ、ほんと？聞くなんて。ただ置いてないんだよね。盗まれちゃうからなんじゃん。そういうこと。コバさん、知るだれありがとう。大変じゃん。もうかなりぷくちゃんになったと思います。ぷくちゃんです。わかんないけど、てか前髪が長いからやっぱ切りたいな。確かに扇風機もセットですね。まあ遠征中は許されるかね。イメージある。そういうの私も毎回置かれてた気がするんだけどね。バリーさん、知るだれありがとう。ねえ、ヨーク、知るだれありがとう。やっぱ天気は最高いか。バリーさん、知るだれありがとう。かといってもここにいるのもあと4日くらいなので、4日5日今日含めたら5日ぐらいなので大丈夫です。4日間体重測んなくても死なない。眠たい。あっという間だよね。もう今日はお昼からずっと眠たかったんです。そうね、心ゆくまで食べて帰ろう。そうしましょう。あ、今日はハッピーニュースがあります。コンコン、知るだれありがとう。あ、全然みんなには何にも関係ない。あのこの前あのお出かけした時に買ったデニムなんですけど、それが壊れてて。コンコン、知るだれありがとう。てんてん、知るだれありがとうね。あ、そのデニムの金具の部分が頑張った。で壊れてて、うーってそう、うーって思ったんですよ。でそれでこれは悔しいと思って、金具の部分が欠けてて、そうそう、出張みたいな感じで。それだから、お、ありがとうございます。15分
え、それでもうこれはどうしたらいいって結構そわそわしてて、で電話したら返品 OK ということで、交換 OK ということで、でそれでそう、いや違うよね、新しいものをお出ししますねとかあるじゃん、服買うときに試着して、で私試着したんですよ、それおへそさん知るだろありがとう、でじゃあ新しいもの出しておきますねみたいな、でそれで新しい新品のものを、袋に入ってるものをこうもらったんだけど、こう試着したら、うん、こっちで帰ってきて、お家に帰ってきて、よし着てみようって来たら壊れてたので、電話したら交換 OK っていうことで、でそれで今日行けました。そしたら電話で、私 M サイズ買ってたんですけど、まあ、M サイズ大きいなと思いながら買ったんですね。で電話で S サイズと交換できないですかねって聞いて、でそれで S サイズもご用意あります、あなんか他もう在庫がないんですけど他の店舗から取り寄せますねって言ってもらえて、今日 S サイズと M サイズの新しいやつ両方用意してもらってて、でそれで S サイズ履いたらもう超ぴったりだから、今日 S サイズと交換してもらいました。でさ、何がスマートかって言ったらさ、電話してたからまあ良かったんだけどさ、もうその何がハッピーかって言ったら、すごい店員さんがスマートで、なんか「あではこちょっとご用意してきますね」みたいな、こちらが S サイズでこちらが M サイズなんで、ちょっとゆっくり試してみてくださいみたいな感じで、そうまさかそうサイズ交換までしてくれると思わんじゃん。でまあぐちゃぐちゃの紙袋とデニム入れた袋を渡して、それ交換して着替えて、 S サイズが良かったから S サイズでって言って、そしたらもうレシートとかも確認せず、もう新しい紙袋に入れ直してくれて、ちっちゃいめちゃいいぴったりなサイズの紙袋に入れ直してくれて、ありがとうございましたみたいな感じで、なんかお手数おかけしましたみたいな感じだから、もう一度もなんかそういう手続きとかもしなくてよかったし、超スマートでレシート確認とかも一切なくて、もうただそうサイズちょっとなんか見るために試着するだけで終わって、マジでスマートでありがたかった。そうしかも M サイズ買うときにちょっとダボっとしてんなと思ったんよ、ちょっと大きいかなって、 M サイズの時ね。そうでも S サイズだったら厚底の靴履かなくてもぴったりだし、よっしゃって思って、おへそさん知るだろありがとう、しらすさん知るだろありがとう、マジラッキーでした今日。ニョッキンビレンさんありがとう、タコもう一番いい結果になった。そう金具がもはや壊れてたこともラッキーってぐらい S サイズになってよかったし、金具も大丈夫だよね、うん大丈夫だと思う、一回私が履きましたからね。それはでももうこの世に一個しかないぐらいのものでした、もう人気すぎて。佐藤のすけアゲありがとう、マジで優しかった、なんか心が温かくなりましたよ。クジラトさんシルダラありがとう、あやかちゃんシルダラありがとう、ハッピーニュース一番さ、私がスマートってるね、店員さんの対応がすごいスマートでした。カズさんいいねありがとう、そうなのよマジで。もう大浴場の出来事はもう忘れてます。
もう別に怒りも何もない。ただ大浴場ってワードあんまり出さないでほしいかなぐらいですね。なんかあーリコチ大浴場行ってんだみたいななる。バリーさんシルダルありがとう。怖いじゃん。ね、いいことあったね。それな、在庫ないよね、人気商品。交換難しいよね。だから本当に良かった。金具もさ、金具もきっといい。私デニムいっぱい持ってる。デニム大好きみたい。早く秋冬来ないかな。いっぱいデニム履きたい。うん。昨日は昨日、今日は今日。ほら、そういう嫌な人がいるんだもん。トトラーシルダルありがとう。トリガーさんシルダルありがとう。でも私のファンの女の子は変な女の子いないから安心。てか普通に変な人聞いたことないけど、え、怪文スルーしたって来た。え、どれ、怪文来てました。やばい、ママから怪文スルーしたって来た。どこどこ、怪文読まないとマジで寝れないから私。な、来た。 M サイズまずい、サイムイサムエ。 M サイズまずい、サムエ。サムエっていうの、ねえすごいんだけど。ねえねえ、どうやってさ作ってんの。てかマジでありがとう。怪文サムエって何、すごいね。あー、これなん、これのこと言うんだ。これ M サイズまずい、サムエ。これ M サイズまずかったのか。面白いマジで。ママ怪文好きよ。T シャツかけるデニム好き。嬉しい。もうそれしか着てないです。夏バージョンのリコチ。やっぱり夏はデニムと T シャツで。しかもデニムはほっそりよりダボっとしてる大きめのデニムの方が好きです。高幸さん可愛い、ありがとう。怪文チェック、そう、厳しくて受けたもんとよね。すごいよ。イシさんシルダルありがとう。バディさんもシルダルありがとう。キャンニャンニャン。いやマジで毎回高クオリティの怪文ありがとうございます。あ、カーディガンも買いました。もうふわ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 の冬の夏、秋冬カーディガン買いました。水色オーバーサイズの感じ。オーバーサイズ、なんて言うんだろう、かすんじゃなくふわみたいな、なんて言ったらいいんだろう。ストレートデニムよりかはワイドデニムって感じかな。クジラトさんありがとう。響さんありがとう。ラストアンさんもありがとう。みんな知るだる。知らない、男の人の服装は見てないから、見たことないから分かんないな。そんなまじまじとシンプルでいいんじゃない。白 T より黒 T の方がいいんじゃない、分かんないけど。黒 T 派です私は、どちらかというと。うんね、来たところね、ほんといつ着ようかなね。黒 T 版のエリーチカちゃんありがとう。シルダルありがとう。ちょっとママに連絡してもいい。ママが半袖、なんでもない。 LINE 来たからそのまま呼ぼうとしたけど。ね、でもさ着てる時の写真撮らないのよ。やばいやばい。
つのめっちゃ早いよ。レッスン着黒 T が人気だったり、うん、みんな白黒のイメージ。白 T の方が人気かもね、レッスン着。ねえねえ、23日のお話し会の時間割を知りたくて。私1から2から4時間目だよね。きっと誰だって誰だってあれだろう、不意に気づいたら泣いてること、理由なんて何も思い当たらずに涙がこぼれる、それはそばにいるそばにいる誰かのせい。言葉を悲しんでいなくても、234ありがとうございます。あ、歌聞かれてた。もう普通に歌って234ですね。 OK です。クリア。クジラトさん、シルダルありがとう。じゃあそんな早すぎる時間でもなく安心します。12時から18時。ゆきみるさん愛してる、ありがとう。どんな服し着ようかな。もう寂しいよ。半袖着ても許される？半袖着てもいいですか？しょうさん、しるだらありがとう。 DS 世代だよ。ゆきみるさん愛してる、ありがとう。愛してる愛してる君、愛してるの響きだけで強くなれる気がしたよ。それな。にゃん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 、そうだよね、半袖着てもいいよね。インスタグラムの投稿何しようかな。明日何食べようかな。ちなみに朝ごはん、梨のヨーグルト買いました。マジ嬉しい。しかもスプーンも忘れずに買えました。マジよかった。ひららさんありがとう。マイコルさんもありがとう。梨大好き。梨のヨーグルトにする。でも私なんか、そうなんか4つに分かれてるヨーグルトあるじゃないですか。このパキッパキッって割ってちょっとちっちゃくなってそれ食べるみたいなヨーグルト、それ買ってやっぱ計画的に食べれるからね。でね、それでこの前買った時スプーン買うの忘れた、持って帰るの忘れてたから、もらうのだからイーってなって、そうそうそう、だからもうでっかいスプーンでもわーって食べてたんだけど、今日ちっちゃいスプーンをもらうことができたからよかった。そう、梨のヨーグルト。でもそういうタイプの4つに分かれてるヨーグルト、一番好きなのはアロエ。アロエがめっちゃ好き。ルッキーメルンさん可愛い、ありがとう。フリマルおバカさん、シルダラありがとう。
ね、パキれるやつ大好き。え、ねえ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 、831831、え、なんで831知ってんの？それ知ってるか。ねえねえ、聞いて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 、スプーン QR マジ上がり。そう、アロエ果肉美味しいよね。そう、ダノンとかブルガリア。じゃあ、うん、ビオにしました今日は。うん、ビオビオビオの梨です。ねえ聞いて、ぶっちゃけ私って身長何センチに見えますか？私背高く見えません？え、私、え、だよね、160、え、え、だよね、1メートルありそう。それあるわ。え、割と、え、実身長より大きく見えるよね。だよね、え、だよね。どうなんだろう、全員がそうは思ってないだろうけどね、そうだよね、だよね。私も160あるみたいなさ、ね、160近くさ感じれるよね。分からんけど160ぐらいありそうじゃん。今日ささっちーとこの話をしてて、なんかコチさん身長いくつですかみたいな、156だよみたいな、で意外と背高く、私意外とあの背高いかと思ってたんですよねってサッチに言われて、だよねーって自分も思うんです。私めっちゃ背高そうじゃないですか、160とか言ってそうな、なんかそう感じるんですけど、高く見えるよね。なんかでもさ、50 伸びた？うん、バリーさん、シルダラありがとう。ハルルンさん、シルダラありがとう。じゃあ、なるほどね。スタイルが、顔がすっごくちっちゃいってことなんじゃない？オーラがあるってことなのかも。うん、でもさ、そうおっしゃってたんなら間違いないですね。全肯定受けるね。でも低くもないよね、別に156も。マジで、ちなみにその身長いつ測ったの？この前のあれ、この前のあれだよ、人間ドック 7.5 等身ある。私やった、スラッとしてるってこと。え、でもやばいです、わかんないです、今はちょっと50センチに見えちゃう。え、ねえねえ、めっちゃ平均的でいい身長だよね。私も気に入ってるよ。背が高い女の子の褒め方選手権。いや、もうスタイルがいい、服が似合う一択でしょ。もうそれしか思わん、マジで。スタイルよ、服が何でも似合う、羨ましい。それがフリマラバカさん、ありがとう。まあ、ちょうどいいよね。そう、健康診断のあれ嬉しい。マイチさん、ありがとう。え、やっぱ大きく見えるよね、なんでなんだろうね、不思議です。大事にしてください。手のひらサイズ、今私が持ってるのは歯のフロスでした。大好きこれ。でも最近ちょっとフロスサボってます、しなきゃ。歯と向き合ってない気がする、今日しなきゃ。フロス、糸ようじ販売中止になります。何の話？何ですか、このその速報は。これは駆動リコランドですか、それとも
7時休止、ほんとやん。販売を休止、どうしたんですか。え、買っちょかんといけん、そんなん買いだめせな。なんでなんで。私この歯間ブラシとか大好きなのに、大好きなのに私大好き。プリマラおばかさん、ありがとう。医師会から止められた？何何何何？悪いの悪いの？ハト派の何？医師会から推薦が取り消された。どういう意味？紅小路。何それ？イカラ、ドワーイ好き。糸ようじ、ドワーイ好きなのに。何、人体に影響があるとか。私、この、これ持ってんだけど、普通に。この柔らか歯間ブラシ。ラブ。水晶じゃなくなっただけで、糸ようじは問題ない。あ、そうなのね。え、ちなみにさ、でもさ、糸ようじって、糸ようじって、さ、大事だよね。歯の健康のために。バリーさん、汁だるありがとう。クジラトさんも汁だるありがとう。ドアイ好き、私のことありがとう。リコチとのお話し会もできない。でもまた再販が始まったら来て、来てほしいな。てかここにいる人みんな欲しいぐらい。え、やっぱ大事だよね。だって働かない。キャン。エチケットです。ドアイ好き。ちょっとライン。毎日使ってる、偉い。やっぱそう、スマイル。でもちょっと今日はまだフロスできてないので、ちょっとこの配信あったらフロスします。今年の秋は茶色い服を着ていきたい。なんか茶色と水色でチョコミントコーデをしたいです。いっぱい死肉も気にしよう。何死肉って。死肉炎。死肉って何ですか。歯の肉。りかこちゃん、汁だらありがとう。きーメガネ。口に入れた。ブラウンカーディガンがお似合いだと思う。本当？本当？そうしよっかな。ブラウンカーディガンにしよっかな。買おっかな。歯磨くと血出んね。
歯間ブラシしなさい。歯間ブラシを持って配信するアイドル、もう私も健康アンバサダーになろうかな。普段は何色よく着ます？黒と水色。黒、水色、それだけかな。先端恐怖症やばい。それな、熱いので。糸ようじ使ったことない。考え直した方がいいよ。人生損してます。その言葉嫌いってよく言われます。健康アンバサダーを受け継ぎたいです。誰かこの健康アンバサダーに推薦してください。私のこと。もつさんお疲れ、ありがとう。マジ歯並びだけは本当にお母さんありがとう。天然歯並びマジ感謝。天然歯並びマジ感謝。トラッキーさん汁だらありがとう。ドキ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 、君の相葉がズキュンドキュン走り出し、バキュンバキュンかけてゆくよ。そうなの、マジありがたいよね。勝手に健康アンバサダーなんですけど、フロス大好きです。トラッキーさん汁だるありがとう。水色大好き。水色も好きだし、グレーも好きですね。グレーも好き。早く秋服着たい。でも暑すぎる秋。なんか2週間ぐらい事務所行けてないから、みんなのお手紙読めてないのも寂しいし、なんか届いてるかなってワクワクする。ワクワクする。本当に何が身長はそういうことなんかな。いくらさん汁だらありがとう。うん、笑顔印象的やったぜ。パウくん汁だらありがとう。健康アンバサダーになる。アンバサダーになったらどんなことできるんだろうね。友達の影響でリコちゃんにハマりました。やった、はじめまして、カムサンミダー。お手紙書こうか。書いて。コンスメパンチ売り切れませんように。立ち姿全然、姿勢悪い、やばい。鎖骨を開いて。お手紙いっぱいください。スチスチーって、スチー。うん、ノージャンクフード、それな。歌いたい。ホテルで歌ったら怒られるのかな。ホテルで歌うと怒られるの。ホテルで歌うと怒られるの。やってみよう。防音でしょ。もう歌ってるやん。もう今日クイーンの T シャツ見せ方雑。すでに歌っている。
近所の皆さんごめんなさい、ごめんなさい、トトトトボヘミアン・ラプソディ。カノエコーさんマジラブ。セルフミュージカル。チェックチェック。じゃあちっちゃい声で歌おうね。じゃあ今日は、じゃあ今日にぴったりな。マジェスティー。今日にぴったりな歌を歌いますよ。
んだよ。しゃ、定期的に体を動かさないとダメなんだよきっと。あー面白い。なにみんなどんな気持ちで見てんの。しょうもなさすぎるでしょ。ほら手がつけられませんって言われてる。あー面白い。ありがとうございます。はあ、何してたんだろう。ああ面白い。インドだった。インド感あった。あ、笑い転げてんの。嬉しいんだけど。私ももう超すっきり。何してんだろうね本当に。お利口さん一同なの絶対。多分99対1だよ。99対の一同でしょ。99同と一同でしょ。あーありがとう。ニョッキミルさんもアギありがとう。アッくんアギありがとう。もうすごい。シルダルもありがとう。何見せられてんのみんな。カズさんミラボありがとう。トラッキーさんもアギありがとう。あーいい歌だよね。すごい踊りたくなるよね。これがストレス、ストレス発散方法多分私これなんじゃないかな。だからさ公演とかが多分すごい。そうディスコ風ダンスだったよ私も。これディスコ風だったよ私も。カズさんミラボありがとう。苦しいの笑ってくれてんの嬉しい。ハリーさんミラボありがとう。もうふざけるのがそう、それ察する方法だから公演とかやってんのが多分すごいいいんだよ。ハリーさんもありがとう。ミラボミラシルダルもありがとう。バリーさんすごいよ。ダンスしたかったんだよね多分。だから公演とかが多分私のストレスの発散場なんじゃないかな。やっぱありがとうね。全部ギフトは見てます。なんかキリがなんかどこまで読んだらいいか分かんなくて。すごい楽しいね。あー面白いわ面白いわ。で、STU の曲がいいのよね。何がいいんだろう。ストレスが溜まってたんだよきっと。
スープ、タイコラーが急に、お、いいですか、すいません、入らせていただきますみたいな感じに叩き出した。すいません、絶対タイコいねえだろみたいなとこで、すいません、本当になんかこんなのに付き合わせてもらっちゃってやばいっすね、ありがとうみんな、マリさんお疲れって、ありがとう、ありがとう、マジでありがとうございます。もうミラボとかもありがとう、もうあげもありがとう、マリさんかなりあげ、このギフトだね、マリさんいいね、ありがとう、もうす絶対コーラスとか入るよね、で音符とかもありがとうございます。あーもう面白すぎる、なんかもうたくさんこんな変な配信を見てくれてありがとうございました。何なんですかね、マリさんミラボありがとう、やばいね、もうこの時間じゃちょっと、1位はバリさんでした、ありがとうございます。第2位コバさんでした、ありがとうございます。第3位はあシーメンス、んどこだ、シーメンスさんでした、ありがとうございます。そして第6位秋元先生、カズ先生ありがとうございました。皆さんじゃあ今夜も健やかに眠りましょう。それではいきますよ、せーの、おーえいえい、おーやすちー、ありがとう終わっちゃった、カズさんありがとう、ありがとう、ハリーさん回復薬ありがとうね、楽しかった、あーストレス発散、またね、ありがとう、やっぱこれが私のアナザースカイ、ありがとう、ミキヤさんタコありがとう、何これみんな何見せられてたんだろうね、インスタインスタ